セルンの襲撃。グッモーニング。起こしてくれたのか。助かる。別にモーニングコールしたわけじゃない。岡部凛太郎に見てほしいものがあってさ、起こしてもらったの。これは？ダイバージェンスメーター。今私たちがいるこの世界線がどこなのかを数値で表すことができるんだよ。私がもともといた2036年の世界線を 0% とした数値だから、あくまで相対的なものなんだけどさ。作ったのか？ううん、2036年から持ってきた。これはニキシー感だな。いいセンスだ。未来ガジェット9号に認定したいぐらいだ。これ一体どういう仕組みなの？世界線の数値化なんて可能とは思えない。私もわかんない。わからない。これ作ったの誰か知ってる？君だよ、岡部凛太郎。あ？君が作った。確か今から11年後ぐらいに君の持ってる特殊な力を応用させたらしいよ。そうなのか。このメーターがあれば岡部以外でも世界線の変動を確認できる。そういうことか。違う違う、多分ここに表示されてる数値が変化してもそれに気づけるのは岡部凛太郎だけ。は？それじゃ意味ないじゃない。もっとまともなもの作りなさいよ岡部。これの仕組みは作った本人しか知らない。だから知りたかったら11年待つしかないかな。そうすれば自分で答えを見つけられるはずだから。未来で俺と会ったのか？一度もないよ。そうか。でこのメーターを今ここで俺に見せた意味は？メーターの数値が 1% を超えたとき、君はベータ世界線にたどり着いたことになる。 1%？ そう、 1% を突破さえできたら椎名真由里は助けられるっていうこと。これは君にあげる。どうせ私が持ってても意味ないしね。有意義に使ってよ。
Hey, Master! I am Mad Scientist. So cool! Son of a bitch! はい、何ですか？ちょっと聞きたいことがある。これに見覚えが？これの出所が知りたい。調べることができないか。思い出し。サオリ、ちょっと難しいですね。By the way、これはどこで手に入れたものなんですか？それを知りたい。報酬は出す。ごめんなさい。岡部凛太郎、さっきの英語何？なんかバカっぽかった。そうクールって。この時代だとああいう英語が標準なの？そんなわけあるか。そうなんだ。じゃあ岡部凛太郎オリジナルか。私の生まれた時代にはさ、海外旅行なんてなかったからよくわかんないんだよね。海外旅行がない？行ったことがないではなく。そう、旅行なんて娯楽はなかったな。渡航許可はめったに下りなかったし、だから外国人を見たのはこの時代に来てから。もしかして近年中に作られるピンバッジなんだろうか。まだできていないとか。やっぱさ、父さんとは会えない運命なんだって。
こんだけ探してもないんだから、もう無理無理、全然無理だね。諦めるのか。まだあと1日残っているぞ。何怒ってんの？みんなお前のためを思って頑張っているのだと分かっているのか。俺だってマユリを助けることを何より優先したいんだ。それでもお前はラボメンであり仲間だ。その仲間が困っているから助けたい。そんなマユリの気持ちを汲んでこうして探しているのに、お前が真っ先に諦めてどうする。怒鳴んないでよ。あまり俺を慣れさせるな。悪かったよ。でも君さ、言い方が上から目線すぎると思うよ。言い過ぎたのなら謝る。さて、これからどうするか。女子か。俺だ。なんだ、間違い電話か。何を言っている。俺だ、王王院京馬だ。私は助手なんて名前じゃない。あと、あんたも鳳凰院京馬なんて名前じゃない。ならば公用だ。栗ご飯とカメハメハ。俺がタイムリープする前、お前は涙ながらに告白したのだ。私はネラーでニコ中でアンカーで自分のおっぱいウプしたりする女ですが、それでも助手でいさせてくれますかとな。無論俺はこう答えた。お前がネラーでニコ中でアンカーで自分のおっぱいウプしたりする女だろうとラボメンであることに変わりはない。これからも俺の助手でいてくれて構わない。だから涙拭けよと。今すぐビップに連れ立てしてアンカーで俺の個人情報暴露してやる。それが嫌なら口から出任せはやめろ。進捗状況はどうか。ならば一度ラボに戻る。オッケー、待ってるわ。言っとくが、お、胸をウップなんてしたことないからな。あれは単なる冗談だ。ネタをいつまでも引っ張るな。
か。マキセ・クリスが栗ご飯とカメハメハだったんだね。ジョン・タイターである私にいつも突っかかってきてたよね。自由な議論ができてよかったでしょ。まあね、ちょっと鬱陶しかったけど。それで話というのはタイムリープマシンで。多分岡部は忘れてると思うから一応確認しようと思って、リフターの代替となる何かについて探して。いるわけないよな。それならすでに調べはついている。1階にある42型ブラウン管テープ。根拠は？俺は何でもタイムリープしてここにいる。あとは分からない。なるほど。すまないな、全て任せっきりで。何よ、いきなり下手に出るなんて気色悪いな。タイムマシンにも否定的だった。そのお前はタイムリープマシンを作っている。もしかしたらいやいややっているのではないかと思うこともある。失礼だな。だいぶ前に言わなかった？タイムトラベル理論自体を否定してるわけじゃないって。現実的じゃないのにできるって言ってる連中が信じられないだけ。それに実験で証明された以上否定するわけにもいかないし、タイムマシンの母と呼ばれることになるのは心外だけど。で、すまないと思ってるぐらいなんだから一度目は手伝ってくれた？一度目？タイムリープする前の今日は私のこと手伝ってたかってことよ。ああ、俺と誰かサポートしていた。じゃあそれでいい。二度も三度も同じことやるのもきついでしょ。それに今は天音さんのタイムマシーンを直すこととお父様を探すことの方が重要よ。ごめん。謝らないでよ、調子狂うから。じゃあ私はもうちょっとこもるから。岡部からリフターの代替物について聞けたし、作業もはかどりそう。そういえば2036年では俺は本当に有名なのか。テロリストとしてね。そうか。それで俺は一体どんなテロ行為を？セルンに反逆したの。君はさ、私が所属してたレジスタンスの設立メンバーの一人だったんだよ。私の父さんと同じくね。
くだらない。くだらない。前に助けることもできず、のうのうと生き続けた挙句にそんな中二病みたいな真似をしているなんてな。世界に自由を取り戻そうとする勇敢で立派な志だと思うけど。俺はどんな男だった？だから私は会ったことないって言ったでしょ。そうだったか。うん。君はさ、セルンに殺されたの。2025年に。